意識しているのは、あの釣り手の位置が、ね、結構いろんな人が、こう肘が上がって、払い腰、払い腰、それから内股、かける人が結構多いんですけど、僕も力がそんな強くないので、相手に力を伝えるために、しっかり釣ることを意識している。なので、自分のこの釣り手の肘が、相手の溝落ちにしっかり当たるように入ってます。こうならないように、肘は上に向かないように、とにかく釣り手はすごく意識して、あとどうするか、足の運びは結構こう相手に近く入る人が多いと思うんですけど、僕の場合逆に相手を引き出すためにちょっと浅く入るイメージで入ってます。こうするとこの崩しが使えるので、ここで内股にしないのが、僕はあんまり足が実は短いし上がらないので、どっちかっていうと、僕の場合、この相手の左足をこう上げるよりも、右足を上げた方が、相手に引くという、かかるということで、こっち側を当てて、内股を意識はしてるんですけど、どちらかというと、この羽根腰の方が、技的には、羽根腰なのかなと。相四つで変形の相手に入る羽根腰なんですが、まず引き手を、この引き手をですね、自分の左肩の後ろの方に引くようなイメージで、相手が持っている手をちょっとこう上にずらしながら、こんなイメージで引いてます。釣り手の方がやはり同じように肘が上がらないように、相手の溝落ちに自分の釣り手の肘が当たるようにして、あとは少し腰を回し気味に角に回すようなイメージで、相手を自分の腰に乗るぐらいして投げています。本来体落としは相手に対してまっすぐ入って投げる技だと思うんですが、これだと
多分回転した時に自分が後ろに崩れてしまうので、僕の場合だとちょっと相手を斜め前に崩す。僕の体としては最大の特徴がこの崩しです。相手は斜め前に崩してそこに小さく回って入ります。この斜め前に崩すことでたくさん回転する必要もないので、この回転を動くこと前に力を持っていけるようにしています。でもここまで崩して体落としに入ると相手も一歩前に出してかわせないので、あとはもう楽に投げるだけになります。私はなぜ、こういった技を取得するようになったかというとですね、小学生の頃は全く違う柔道をしてました。なんですが中学校入って、いろんな強い選手が周りにいる中で、その強い選手の技を見て、かっこいいなとかこんな技やってみたいなというので、いろいろ僕なりに見て、強い選手の技を盗んで、ずっとこう練習終わった後も練習を重ねてきました。時にはみんながご飯食べてる間も僕は道場に残ってずっと打ち込みや投げ込みをずっと繰り返しやってたのを覚えてます。